聞き耳立てチャンネル、イエーイイエーイ。さあ始まりました、聞き耳立てチャンネル。チャンネル今日はこちらだろう。おかまと夏のと説明しよう。だろう音感とは絶対音感ではなく、そうじゃないかな、おそらくそうだろうと思う音を当てるクイズである。やっぱ今年もまさきさんとゆみさんは戦っていくってことですよね。いやなんかそうなっちゃってるんですよね。ね、なんか前にね一回ね、なんかまさきくんが負けてね、うん、なんか日の出取りに行ったとか、はい、なんかあれ夢だったのかな、あれなんかそういうのもあったんですよね。あ、夢じゃない、覚えてませんか。夢じゃない、もう一回行きますか。いえいえ、もう一回行きますか。すいません、じゃあ僕がポーンって音出すので、はいはいはい、なるほど、それ当てるということで。はい、まさきさんこれ自信はあるんですか。いつもこのいつものパターンだとですね、これすごい自信があるとか言い出すと思うんですよね。そうですね、うん、うん、ちょっとです、ちょっと自信あります。あ、今年は謙虚。そうなんですよ、2021年、ね、ちょっと謙虚さを忘れずに。ゆみさんどうですか。自信ありません。あら、俺より謙虚でしょそれ。いや、なんかやったことあるんですよ、なんか自分の中で。そういうのって聞いただけで分かったりするのかな私みたいな、うん、全然分かんなかったです、あの指を見てないと、あのピアノの。なるほど、聞いただけだったらなんか多分勝手に自分の中で音階を作ってて、その音で多分判断してるので、これは多分マセくんの方が強いと思います。そんなことないよ。いやこれね、やっぱり第1回目ですから、うん、やっぱ白いとこだけいきましょう、うん、あ、よかった、わ、うん、かりました、うん、ではいきます、第1問目、はい、ここだ。でも言ってもね、でも聞き耳はねツインボーカルでハモリも多かったりとか、そうですね、ね、うん、してるわけですから、うん、絶対音感1年生ぐらいはあるかもしれない。もう一回いいですか。もう一回いきますか、はい、もう一回いきますよ、はい、じゃあ2人一斉ので答えてみてください。ちょっと待って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 、みんな分かった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 、ちょっと待って、これどっちかは当てた方がいいよ、ちょっとねえ、僕らアーティストだから。あ、分かった、おお、分かった、じゃあ体で表現しますね。痛い痛い何じゃないかな。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、今落ちるとこだった今。それでも今体で表現したユミさんに答え教えちゃうことになるんじゃない。あ、そうですね。じゃあ一せーので、ラ、ラ、お、正解、よー。いやでも難しいねこれ、うん、難しいわ。え、でもこれだって2人とも当たったじゃないですか。いや当たって言えたけど、うん、結構時間かかったよね、うん、これなんか一生懸命声出しちゃったな。じゃあ次これ、はい、5、4、3、2、1、ど。ちょっとまさきさん、ごめんなさい。わかんない、早いな。ファファファ、まさきさんファ、うん、ゆみさんド、ド、正解はシです。やっぱり早いとダメだね。5秒なんて、5秒、突然5秒になったもん。そっか、いやもう音域変わるとちょっと難しいんだね。そうだね、うん、じゃあ最後の問題いきますよ。最後いきましょう。あ、で、あの考える時間、はい、最後なのでちょっとサービスで30秒もらえますか。30秒、そこでしっかり答えますんで。マジですか。30秒の間、直樹くんの、あの、うん、あの歌
何歌って鼻歌、鼻歌、素敵なメロディーで鼻歌バージョンお願いします。直樹君の何言ってるんですか全然何言ってるか分かんないあの歌じゃあいきますよ、ね、はいはいはい、はい、じゃあいきますよ、ね、うん、じゃあ最後の問題これはい、じゃあ行きましょうか。ちょっとまさきさん、体ダメですよ、体で表現したら。いや、大丈夫です。今違うの、今スクワットしただけなんで。お、今度そういう紛らわしい番でしたら、もう一回初披露で撮ってもらえますか。あ、すいません、すいません。はい、じゃあ行きましょうか。いっせーので、し。お、わかりましたね。しです。どうです。お、正解はし。イエーイ。怖い。勝った。なんかね、初めてね、うん、心からユミちゃんに勝てたような気がする。よかったね。そうね。基本負けてますもんね。そう。そう。いやでもね、初めはね、どって思った。うんうん。うん。うん。わかる。その気持ちはわかる。しととは半音しかない、違ってないですからね。なるほど。いや、引っ掛けかなと思いつつも、直感でいいやと思ってはい、じゃあ皆さん分かったでしょうか。はい、はい、今週の聞き耳立てチャンネルはここまで。いや、また来週お会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくねー。